ンポン。最近の個人的ニュース？そうですね。両親がラオスで象使いの免許を取得したくらいですかね。なんかすげえこと起きてんな。てかどういうことやねん。こういうこと。ラモスじゃねえか。しかも画像内の要素が全部適当すぎんだよ。てか象使いなのになんで映ってるのはゴリラなんだよ。てかこれドンキーコングじゃねえか。ふざけんな。エクセレント。しばくぞ。たく。先生本人の個人的ニュースはなんかないんか？指の関節何回でも鳴らせるようになりました。どこで自慢できるんやそれは。あかりちゃんはなんかないんですか？個人的ニュース。うちか。せやな。あれや。つい最近バザーに行ってな。かわいい帽子100円で買ったんや。かわいい帽子100人を買った。言ってねえよ。絵面が怖すぎるだろうがバカタレ。みんなで般若心経を読むんですかね？その掘り下げ絶対いらんやろ。で、個人的ニュースというのは？だから、かわいい帽子をバザーで安く買ったことって言ってるやろ。え、いつも寝てる時に抱いているクマのぬいぐるみにベアマルという名前を。うわー、何を言っとんじゃボケー。いやだってそう聞こえたから。お前の耳の改ざん癖どうにかしろ。あ、じゃあこの前うちに泊まった時にベアマルがいなくて寝れなくて泣きそうになってた話はしないで。あマジでやめろ。面白かったらチャンネル登録してな。